フェライニ、ドリブルで進んでいます。ディフェンスの対応が光ります。主審はプレーを続行させます。アドバンテージを取ったようですね。つまらないミスでボールを失いました。さあスタジアムのテンションが上がります。これは強い。ボールをしっかりキープ。危険な位置です。緊張感が増してきます。シュートだ。ディフェンスに当たった。コーナーキックです。主審が選手を指差し、先ほどのプレーに対してイエローカードを出します。アドバンテージを見ていたようです。少し軽率なプレーでしたね。中に選手がいましたがチャンスにならない。クロス、ボールを運びゴールに。ここはシュートチャンス。コーナーに向かいます。これはあるか。ゴールが決まり、これで試合をリードしています。ずっと試合を支配していましたから、得点は時間の問題でしたね。ゴールが入りました。これは中盤がうまかったですね。左サイドからのコーナーはいいボールが入りますね。かなり練習しているんでしょう。フェライン、うまく読んだインターセプト。素晴らしいボールです。いい形でゴール前まで持ってきました。ここはキーパーが判断よく前に出ました。クロスを中央に入れた。このボールは相手にクリアされました。さあここでプレスを受ける。フェライン、ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。ここは体を張ってボールをキープ。奪われません。さあスタジアムのテンションが上がります。打った、入ったかと思いましたが鮮やかに止めました。コーナーから同点に持ち込めるでしょうか。ボールを入れた。コーナーキックをキーパーが簡単に抑えました。ボールを失いました。クロスを上げた。中はフリーだ。キーパー弾く。コーナーからのリスタートになります。ゴール前に入れた。ノシェリーノ、キーパーがコーナーをパンチング。今度はボールを変えてきますでしょうか。ショートコーナーです。ファーにボールを入れた。これはわずかに枠の外。いいヘディングでしたがあと少しでしたね。危険な位置です。緊張感が増してきます。いいクロスが中に入った。中央へのボールはクリアされました。クロス、フェライン、このカットは大きい。しっかりと奪いました。ボールを運びゴールに襲いかかります。
中にクロスが入った。サイドをえぐって中を見る。ノシェリーノ、キーパーの好セーブに救われた。よく合わせたんですが、キーパーの素晴らしいプレーでした。ここはショートコーナーを使う。キーパーがクロスボールを弾き出しました。このクリアは小さい。ここはディフェンスが対応します。いい形でゴール前まで持ってきました。いいボールが出ました。シュートには選手が詰めています。アルハブシ、フライン、キング、ここはシュートは枠に飛びません。うまくコースを切っていましたね。ディフェンダーが見事でした。またパスが通ります。ここのラインが今日はすごくいい関係です。スコアは後半のキックオフです。このパスは読んでいました。クロス、スタジアムのテンションが上がります。ノシェリーノ、ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。あの距離からはきっちりと決めてきますね。はい、近すぎても意外と難しいものですが、落ち着いていましたね。横へ展開、クロスを中央に入れた。フライン、危険な位置です。緊張感が増してきます。ディフェンダーの裏を取るプレーを好む選手ですが、少しタイミングが早すぎたか。うまく読んだインターセプト。クロスが入りました。クリアが小さい。ヘディングで決めた。チームが最初の失点からリズムに乗れていませんね。キーパーも守備陣も自信を失っているように見えます。大量リードを許した状態で再びキックオフです。アルハブシ、ボールを運びゴールに襲いかかります。中の選手にここは止めました。ここまでやられていますから、これ以上は点を許したくないでしょう。ボールを取られません。強いですね。フォワードに低い位置で渡します。
どうだ、入った3点目。もうどうしたって止まりません。これでハットトリック達成です。チームを勢いに乗せています。今日は絶好調ですね。一方的な試合となってしまいました。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。いい形でゴール前まで持ってきました。フライに これは見事なパスカットです。さあスタジアムのテンションが上がります。またまたコーナーキックです。ショートコーナーから攻撃、真ん中にクロスを上げた。キーパーボールをしっかりキャッチ。このゴールキックは失敗です。危険な位置です。緊張感が増してきます。ここで網にかかる。スローインに変わります。ミスパスがありました。スローインが相手に渡りました。ここはどうしたでしょうか。またまたコーナーに向かいます。そろそろボールに合ってきますか。ボールを入れた。このクリアは小さい。アルハブシ、カウンターのチャンスです。素晴らしいカウンターでした。惜しくも決まりません。スローインからゲームは再開です。ここは縦をつくでしょうか。ドリブルでボールを持ち出しています。このヘディングは大きく枠の外。タイミングがずれたんだと思いますが、せめて枠に飛ばしたかったですね。クロス、ボールを運びゴールに襲いかかります。アルハブシ、クロス、ちょっとコースが甘くなったか。カットされます。ボールへの寄せが非常に速い。いい形でゴール前まで持ってきました。うまくボールを奪い相手のプレッシャーを弱めました。素晴らしいスルーパス。クロスは許しません。前に出しました。ボールを失いました。ドリブルで相手を揺さぶります。ここはボールをダッシュしました。フェライニ、キーパーがディフェンダーの背後に走りましたが、もう少しタイミングを遅らせるべきでしたか。さあスタジアムのテンションが上がります。いいボールを入れてきましたが、ここはクリア。アルハブシ、このパスはカットされました。このロブパスはよくスペースが見えていました。プレッシャーをかけられます。キング、これは見事なパスカットです。ルーズボールです。ボールはどっちだ。審判